ェイ。皆さんこんばんは。どうも。イェイ。ご機嫌うるわしゅー。テレビに出てた人ですか？だって。あ、はい。うざ、めっちゃ。皆さん、どうも。さっきまで、さっきまでっていうか今日、カウントダウン TV に出させていただきました。今日美女すぎて泣いた。本当ですか？嬉しい。ありがとう。可愛かった。だって本当に新曲良すぎて泣いた。よかった。お父さんと一緒に見てました。嬉しい。これが僕の推しだよって言ってくれましたかね。美女仕上がってた。ありがとう。ザ・ AKB って感じでめっちゃ良かった。サマステで言ってた通りだった。だって嬉しい。よかった。ワイプ長時間映ってた。だって本当にね、映らせていただいて嬉しかった。今日は黒の服か。だって黒。久しぶりのリップグロスどうでしたか。何回も聞いた。おー、よかった。すごい、めっちゃ好評じゃん。でもね、ほんとなんか SNS とか見てる限りマジで好評だなって思って、あーってよかったって思いました。うん、エビちゃんのダンス可愛かったって。あそこかな。こんなにも好きだったのかな。そう、私はソロカットがねなかったから、そう、あそこ、あ、ソロカットで抜かれるってとこじゃないんだけど、もうソロカットがなかったので、まああそこしかと思ってめっちゃ笑顔でハキハキ踊った。ホリケン、ホリケンクマありがとう。ホリケンがクマくれました。じゃあみんなでお礼言いましょう。ホリケンありがくまたわー。イエーイ、ありがとう。新曲好きです。改めて選抜おめでとうってありがとうございます。ありがとう。ね、この雲初めて見た。お話し会再開投げた。再販投げた。嘘、再販中なんだ。ぜひ皆さんよろしくお願いします。イエイ。久しぶりのリップクロス初披露。10月発売ですが、ク
クリスマスみんな支払ってたね。だって姉2部完売があって嬉しかったです。みんな頼むだけ頼んで支払いはねしない、まあね、そういう感じなんだって思いました。うん、MV どんな感じになるのか楽しみだって。お、楽しみにしててください。お話し会やってみたいですだって。え、ぜひ待ってます。もう撮ってますね、ミュージックビデオは。話しから何枚がベスト？300枚かな。今日はいつもの3倍可愛かった。え、マジ？久しぶりなリップグロスの注目ポイントありますか？どこでしょう？今日はポニーテールとシュシュも披露しました。水着衣装、あれは本当沖縄でね着る予定だったんですけど、沖縄の亡くなってしまった観客なしの総選挙で着る予定だったんですけど、そう初めて着た。であの衣装で沖縄はなんかウォータースライダーみたいなのとか やるみたいな予定だった気がする。めっちゃ濡れるみたいな。うん、お、沖縄でそう着る予定だったあの衣装。えなちゃんネイル青だって。青、今日はひーちゃんにポテチのお土産もらいました。じゃーん、もう食べちゃったんだけど、これ1個目トリュフのポテチ、これなんて書いてあるんでしょうかね、わかりません。トリュフ味のポテチからの、ね、玉ねぎ味、オニオンですね、オニオンのポテチ、そしてじゃん、これ美味しい。これのチョコレート味は結構食べたことあるんだけど本当に美味しい。これきなこ味かな、めっちゃ美味しそう。ラスト、じゃん、なんかよくわかんない味、ね、食べるの楽しみ。めっちゃ美味しいよね。ありがとうひーちゃんくれた。
今日カウントダウン TV のね、なんかキッチンカーがあって、クレープとかき氷とアイスのキッチンカーあったんだけど、全部食べた全部食べた。まずかき氷、いちごのかき氷食べた、た後にクレープ食べて、ちょっと時間置いてアイス食べて、でまたかき氷食べたそう、私お弁当をね食べなかったので、逆に、うん、まあ、食べたんです、1個食べた。でもずっといて1個しか食べなかったから、そう、なんでちょっと嘘ついたんだって。そう、あのお昼ご飯と朝ご飯と、朝来た時のお弁当とお昼のお弁当と夜のお弁当があったんだけど、私は1個しか食べてないの。夜のお弁当、あ違う、昼のお弁当しか食べてないんですよ、うん、ゆい好きがメールで可愛いスリーショット送ってきたよ、だって。お、そう、今日はゆいちゃんとズッキーと3人で結構一緒に行動したそう、なんかそのキッチンカー行く時も、私はなんかまず最初クレープ食べたかったんだけど、クレープがなんか人、あの店員さんがいなくて、最初やばってなって、かき氷食べようと思ってかき氷食べてたら、そうゆいちゃんが隣に座ってきて、そうでズッキーも立ってたから、ズッキーも座って食べようよって3人で食べて、でかき氷食べ終わったら、何食べるってなって、クレープ行こうって、そうクレープ3人違う種類、3種類あったんだけど3人とも違う種類で食べまして、うん、3人で写真とかも撮りました、いっぱい。で今日はズッキーと喋ってて楽しくなって、 腕組みましたよ、ズッキーと私腕組んで歩いてた、そう仲良し、うん、今日だけで終わらせないでください、だって、うん、楽しかった今日、久しぶりのリプが最高でした、よかった。今日は愛理ちゃんとも喋りました。17期生の選抜の愛理ちゃん、キイちゃんの妹の愛理ちゃんとも喋ってて、なんかスタッフさんがウルトラマン見に行きなよみたいな感じで、ウルトラマンの舞台見に行きなよみたいな感じですごい言ってて、愛理ちゃんに、え、って、え、そんな絡み方やめてって思ったんですけど、
ウルトラマン絶対見に行きなみたいな感じで言われて、そんな絡み方やめてと思って、でも行きたいですみたいな感じですごいいい英語で言ってくれて、ありがとうみたいな、ありがとう、じゃあ絶対見に来てねって言って、そう、そしたら何日からですかみたいになって、何日って言ったら、え待ってくださいって、でも学校があるかもとかって言って、学校があるからみたいな感じになって、そしたら、あじゃあってキーちゃんが代わりに来て、キーちゃんに代わりに来てくださいって言っといてって、キーちゃんとひななでね来てもらいますじゃあみたいな感じで言って、そう千葉の星、キーちゃんとひななが一緒にね来て、そこから感想を聞いてって、そう、昨日公園、ひななが踊りのこと話してたなって、あれでしょ、プール行った話でしょ、そうプール、あそう一緒にひななとプール行ったんですよね、そう水着その時に買ったんですけど、水着2着迷ってて、試着できたんですよ、で試着室で写真撮ってひななにどっちがいいかなって送って、こっちじゃないって言って、ひななに決めてくれた水着。水着姿見たいだって、水着はあれです、今日は水着衣装着たので、ぜひツイッター見てくれたら見れますよ、どれぐらい泳いだのだって、泳いだっていうか流れたって感じ、流れるプールにずっといた、ずっとマジ浮き輪を浮き輪の中入って流れるプールずっと流れてた、そう語りながら流れてた、私泳げない、人多かった、多かったね、クレープ食べてる写真みたいだって、いいよ、あるよ、じゃあ載せます、今度、今日はねもうあれかき氷載せたんで、次じゃあクレープ載せるね、いつか、うん、首を長くして待ってます、待っててください、
これカウントダウンのキャラクターなんて名前なんだろう。名前あるのかな。エリナちゃん24時間テレビのピンク T シャツに似合ってました。え、ね、あれかわいい。持って帰ってもらえた、もらったので洗濯してまた来ます。ではカウントダウン TV で思い出したけど、昔全国ツアーでなんか一人で MC しなきゃいけない場面があって、その時にオダウントダウン TV っていうのをやって、なんか段ボールでテレビ作って、なんかすごい、なんかそういうのやって、段ボールで家でさ、オダウントダウン TV の段ボールテレビみたいなの作って、その段ボールをわざわざ家から持ってって新幹線とかに乗っててやってました。めっちゃウケてた。なんか天使のしっなんか3位、なんかお代理がやってみたい曲 3位までみたいな発表しますみたいな感じで、なんかね、愛しさのアクセルと天使のしっぽと、もう一曲なんかあった気がする。そう、ダンボールをこうやってかぶって頭に、そうで、なんかやった気がする。うん、そんな変なことして記憶は曖昧な、それね、多分高校3年生とかの時の話だった気がするんだよね。卒業間近らへんかな、多分高3ぐらいだったから、マジ7年ぐらい前。うん、懐かしい。時が経つのは早いね。だってね、早い。久しぶりのリップグロスのこと？なんか久リプって久々にリプしましたみたいな感じかと思ったら、久リプって略すん？そう、ツイッターなので、マジで全部ツイッター、その久リプってマジ久リプですみたいな、マジそれかなと思いました。うん、エリちゃんなんて言ってる？だってエリはリップグロス、
エビナちゃんにリプする用のアカウント作るかな。え、嬉しい、ガチ勢。リップグロスって1日何回つけるのあって、リップグロス1日何回、グロス、グロスはあのリップ塗ったらつけます。グロスって何のためにつけんの？なんかグロス、唇をプルンって見せるためかな。うん。だいりちゃん。クラスになるとレコーディングでハモリを担当することもあるのだって。あるね。この前のチーム K の曲もハモリやったし、この曲もやったかな。やった気がする。ゆりちゃんの愛用リップ知りたい。今度は紹介するね。ではそろそろ配信終わろうかな。今日はちょっと早起きだったので、じゃん、明日からまた稽古頑張る。では皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを見たいと思います。いきます。13位、12位、秋元太郎、11位、まああとおだし、10位、日野と、9位、筋肉愛好家、8位、とっさんあとおだし、7位、ファデル、6位、タット、5位、ごめん先生、4位、みやちゃん、3位、みほ、2位、なおなお、そして1位はホリケン。ありがとうございます。はい、ということで本日ありがとうございます。皆さんツイッターやインスタグラム見てください。いいねとコメント待ってます。ではバイバーイ、おやすみー。